はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日横浜の方に肉食いに来ております。なんかね、マックスさんの動画を見る限り、人生で食べたステーキの中で一番うまいみたいなことをね話していたお肉がいただけるお店ということで、ずっとね気になってたんですよ。本日はこちら、猫娘とネズミ男というこちらのねステーキ屋さんで、大きな4キロのビフテキを食べていこうと思います。今日の撮影はですね、まだ朝10時ということで、朝食にねでっかいステーキ、パンチがありますが、早速ですね店内の方に入って、そちらのビフテキを食べていこうと思います。はい、ということで、ただいまですね店内に入っております。今回ですね、僕がいただきますのは、以前ですねマックスさんも食べていた4キロのビフテキということで、こちらはですね特別メニューということで、チャレンジメニューではないんですけれども、マックスさんとね同じ条件ということで、一応ね45分で挑戦させていただければと思います。で、ちょっとねオープニングでもご説明した通り、何件もステーキチャレンジね挑んでるマックスさんが、一番ステーキのチャレンジで人生の中で一番うまいんじゃないかと、まあお話ししたぐらいのねお肉ですので、僕もですねちょっと商品来るまで楽しみなんですけれども、今回いただくねステーキ以外にも、まあランチ時間ではね、ご飯物だったりとか、他一品物で、夜なんかもお酒と一緒にねステーキが楽しめますので、気になる方はぜひこちらのお店来てみてください。うお、でっかい、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。でかはい、ということでですね、ただいま本日いただきます4キロのビフテキが到着いたしました。こちらでございますね。そしたらですね、早速こちらの出来たてのビフテキいただいていこうと思います。いただきます。ありがとうございます。いただきます。うまそう、熱っ。よし、そしたら、よいしょ。どっから行っていいのか、ここら辺からかな。うわー、ちょっと待って、これ。いただきます。うまっ。あのね、お肉もちろん柔らかいんだよ。柔らかいんだけど、柔らかいだけじゃなくて、ちゃんとね、お肉っぽい弾力もしっかりあるし、何よりこの旨味がすごいわ。ああ。正直ね、4キロのステーキチャレンジだったから、きついかなと思うんですけど、これなら余裕でペロッといけちゃうわ。うわ。あ、おいしい。うん、我が家からですね、こちらのお店、車でも20分、30分ぐらいなので、ステーキ食いたくなったらこれ迷わず次も来ちゃうかも。ごめんごめん、これ増えますね。うん、うまっ。あ、うわ、ちょっと待って、これこれやばいな。ごめん、今日の反応、これ視聴者様にもねオーバーって思われるかもしれないんだけど、これマジで一回食ってください。この反応なるわ。うまっ。うん、いやー、早いなペース。自分で言うのもなんだけど、だいぶ今日食べるペース早いぞ。まだ5分ですからね。
怖い。うめ。こういう食べ方で肉食べるのなんかいいね。すげえテンション上がるわ。うわ、うまい。この肉マジでうまいっすね。これやばいっすね。ちょっと自信を持ってこの画面越しの皆さんにちょっとおすすめで言います。うまっ。ここ最近はね、僕も動画の方でいろんな食材食べてますけど、いやここ直近で結構トップレベルでね、感動してる撮影だと思う。うまい。今日うまいしか言ってないな。マグうま。10分か。10分で残り半分以下だね。いろんな動画のことを考えて、編集点を考えて、いろいろゆっくり食べようと思ってたんですけど、うますぎて、なんかもうめちゃくちゃハイスピードで食ってますね。うわぁ、これ食い切っちゃうのもったいない。ということで現在ですね、15分経過でもうあの4キロの塊がこの1ブロックのみになりました。でちょっとね、素材のお肉がうますぎて、ちょっと使わずにね、こんだけ食べ進めちゃったんですけれども、オリジナルソースもいただいておりますので、ちょっとこちらをね一度かけて、味わってみましょう。ちょっとこれいきましょう。うわー、うーわー、いただきます。うまっ。何この豆腐、うまっ。カレーのようなスパイスの香りと、そこになんかデミグラスソースのようなコクっていうのかな、それが合わさったソースで、このね下味についてるガーリック感とお肉合わさるととんでもなくうまいっすわ。なんでこんな最後に試しちゃったんですかね。もっとこれで食いたかったな。ちょっとね、このお肉のソース、俺食べたことない。なんだこれ。うわ、これでハンバーグも食べてみたいですわ。これはハンバーグと兼用のソース。うわ、絶対うまいじゃないですか、これでハンバーグ。うまっ。ずっとうまいもんな。3キロ以上このステーキ食ってんのよ。でも最初と変わらない意見。全然飽きも来ないし、ずっとうまいわ。うわ、今気づいた、あのステーキのこんだけのこのデカ盛りというかチャレンジをいただいてて、もう3キロ以上食べてんのに水1回も飲んでないわ。
結構どうしてもね、後半は食べ疲れてきてお水をね、こう飲みがちなんですけど、まだ一滴も飲んでません。これが一番のね、美味しいの証拠かもね。うん、でもやっぱりね、本当に美味しいお肉は結局レアだろうがミディアムだろうが全部美味しいわ。生々しい肉々しい感じが残ったレアももちろん美味しいんだけどね、こうやって火の入ったミディアムぐらいの焼き加減でもまたね、それはそれで違った美味しさが味わえますね。うまっ。ちょっとこれ終わっちゃうのやだな、本当に。もっとこのステーキを食べてたいよ。本当にね、今日の撮影めちゃくちゃ幸せなんだけど、一個だけ後悔することがあるとすれば、お米がないっていうね。次は撮影来る時にはね、お米とお肉で食べよう。あ、食べきっちゃうわ。もうあんなにでかかったお肉、残りこれだけです。でこんだけお肉がでかいと、まあ、場所場所によってね、食感もすごく変わってくるし、なんかね、最後まで飽きないね、本当に。これはソースもさ、いっぱい入れていただいたんだけど、なくなっちゃいそうです。もう使い切っちゃいそう。そしたら本日の最後のお肉でございます。うわー、うまかった。はい、ごちそうさまでした。お、あ、全然気にしてなかったけど、本日のタイムはこちらでございます。ということで、本日はですね、こちら、猫娘とネズミ男さんで、美味しい4キロのね、ビフテキ、完食させていただきました。いや、正直ですね、とんでもなくうまいです。あまりにもうますぎて、正直今お腹の具合的にも、4キロ本当に食ったかなってぐらい、余裕。本当にね、こんだけ食べたのにもかかわらず、全く飽きが来てないですし、なんならむしろ、もっと食べたいぐらい、それぐらい美味しいステーキでございました。こちらのね、お店さんでは、先ほどお話ししたようにステーキ以外にもですね、いろいろとメニューを販売しておりますので、気になる方はですね、公式のインスタグラム等を見ていただいて確認していただけるのが確実かなと思います。もう一回来ます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回いただいたこちらのステーキね、いや本当にね、美味しかったよ。人生で多分ね、一番好みのステーキだと思う。いろいろ僕の人生の中でね、並盛り、デカ盛り、チャレンジメニューと動画外内でもステーキってね食べてますけれども、その中でも多分好みで言ったら一番だったかな。まあちょっと前にもね、末広屋さんの動画で一番好みの家系と、まあお話ししてね、動画も撮影しましたけれども、最近はねこういった人生で一番好みの〇〇っていうものに当たることが多くて、本当に美味しいものばっかり食べれて幸せでございます。本当に気になった方はね、ぜひ皆様もこちらのお店に行ってね、この美味しいステーキ、お肉料理をね食べてみてください。で、本日は雑談コーナーではなく、ちゃんとね米編コーナーをやらせていただきたいと思います。まず本日一つ目の米編、誰うまさんですよね。もちろん存じております。ツイッター等とかでもね、よくあげている痩せ馬レシピっていうものを、僕も拝見しておりまして、ダイエットしてるとさ、結構食べられるものとか、
そういうのが限られてきてさ、まあ、レシピも限られてくるから結構こう食べるのがね家の中だと飽きちゃうとかっていうのもあるんだけれども、本当に今のさご時世というか時代というか、YouTube とか Twitter、SNS 等で調べればすぐさその道のプロの美味しいレシピとかが出てくるから、なんか本当にありがたいなと思いますわ。ダイエット食なのに美味しい、まあ、これね本当にダイエットしてる方って世の中にはいっぱいいると思いますので、ちょっとダイエット食飽きたなと、同じレシピばっかだなと思う方はですね、ぜひネットの方でダイエット食いっぱい美味しいの転がっておりますので、そういった情報を拾ってですね、楽しいダイエットライフをね一緒に過ごしましょう。いやマジでねこのだれうまさんレシピ全部うまいっす。はい、そしたら本日2つ目の米編、最近ではですね僕もその大食い力を戻すということでダイエットをしてだいぶね容量が戻りましたみたいなお話はしてるんですけれども、普通の方だったらね別に痩せたからといってより食えるっていうことはないじゃないですか。だからどういったことと、まあ、意味がわかりませんと、まあ、結構ね言われることがあるんですけれども、僕らがこう大食いをするときってその胃袋がね下は恥骨から上は肋骨まで、もう本当に胃袋が広がるんですよ。でそれぐらいやっぱり広がるので、例えで言うと体をねビニール袋だとします、まあ、体というか胃をね。で、その太ってるといわゆる皮下脂肪とか、そういった内臓脂肪っていうものが、袋の中にもうすでに物が入ってる状態だと思ってください。でやっぱり物が入ってると入れられる量っていうのは限られてくると思うんですよね。でもともといらないものを捨てて空の状態から物を入れれば、まあ、いっぱい入ると、まあ、そんな感じのイメージでして、もう僕らにとってはねこの胃袋というかこの胴体っていうのは、もう本当に袋みたいな原理でございます。なのでちょっとね今自分で言ってても面白くなってきちゃうんだけど、そういう感じです。はい、なので極力ね、脂肪がつかないように生活した方が僕らも大食い力っていうのが増すので、今回ですね、13キロのダイエットをして、やっぱり昔にとかその太ってた時に比べると、食べれるようになったかなと思います。ただね、まあ、この大食い理論っていうのは人によってやっぱり様々ですよね。腹筋をつけたらダメとか聞くこともあるんですけれども、僕はね、最近筋トレをして、まあ脂肪がつくぐらいだったら筋肉をつけた方がいいみたいな僕の中の持論があって、まあ腹筋周りのね、筋肉といっても、全体の体の筋肉割合からすると本当にごくちっちゃいものなので、まあ後につくこと自体は個人的にはそんなに気にしないかなっていう感じですね。それよりも背中とかにつきすぎてね、僕ら背中とかも食べると膨れるので、そのつきすぎて硬くなった時により膨らまないかなみたいなところはあって、背中のね筋肉ででかいんで、だから逆に最近僕は背中をつけすぎないように、まあいろんなね部位筋トレしながら、大食いのね調整を行っております。いやこれ何の話してんのっていう、もう未知の世界だと思いますので、なんか言ってんなっていうぐらいで聞いといてくださいはい、ということで本日最後3つ目の米編、いやこれ本当すみません、昔からですね、まあ僕ってこう笑ってないというかね真顔だったりとかすると、まあ、人相がいい方ではないので、できる限りね、まあ、美味しい時には笑顔でとは心がけてはいるんですけれども、もともとの癖としてねやっぱ美味しいものを食べた時にこう考え込んじゃうとか浸り込んじゃって、うわーって眉間にシワが寄ったりね顔がこうくちゃってなってしまう傾向がありまして、まあ最近確かに言われてみればこうそれを気にしてなかったというか、もう本当にねシンプルに純粋に美味しいと思った顔、言葉をね表現しようと思ってる部分があったので、確かに言われてみたらねその美味しい時に笑うよりかはこうシワを寄せるみたいな、そんな所作が増えてきてたかもしれないです。ちょっとですね、まあもちろんそういった、いろんなねご意見があると思いますので、僕もできる限り人相がね悪くならないように気をつけて撮影挑みたいと思います。やっぱ皆さんにね楽しんでるように見えた方が一番いいもんね。反省します、すいませんはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。